山恵比寿は中国春秋時代に存在した遊牧民。現在の中華人民共和国の遼寧省西北部から河北省東北部の地域に生活していた。古くは夏王朝以前から訓長と共に中国の北方にいたとされるが定かではない。春秋時代になると園の北方に東古と隣接して谷合いに居住していた。 紀元前663年冬、山恵比寿が縁に侵攻してきたので、ツバメは聖に救援を要請した。聖の観光は、山恵比寿を征伐して、縁を救い、ついでに、リエダ、古畜国を征伐して帰還した。最終的にはツバメに併合され、その多くが東古、または郷土に逃れたと考えられる。山恵比寿は遊牧民なので、漢民族のように城郭などに定住しない。 そこの家畜は馬、牛、羊がメインで、他には、だ、老、丹などが放牧された。文字を持たず、規則や命令は、口頭で伝達された。山恵比寿は、縁の尖り首刀を模倣したような、張首刀と呼ばれる自国の通貨を発行しており、中原文化と相互に影響を与えあった、文化水準の高い部族であった。民族系統としては、 アルタイ語族に属し、キュールク系、ツングース系のいずれかと推測されるが、定かではない。ありがとうございます。